銀行とすると思うんですけど、うん、予約到着したこちらのワニ、はい、いや結構でかいな、20匹になると、20匹っていうか、20枚と、バグのやつが届きましたので、はい、じゃあもう早速今から開けていきます、はい、さあ開けていきます。ルービットと同じクオリティということで、値段もそれに応じた値段になってございます。はい、さあ開けますよ。はい、1000人ってことです。どれ？そこに1000人とか入れるの？はがきっていう。お手紙に1000人。うん、これ何だ？手紙？お手紙に1000人とかかると思います。はい。あげるで。どうぞ。パカ。で、まず出てきたのが、すごいこれ。お、でかっ。お。よいしょ。で、いっか。そいつとんでもねえ値段したもんな。いっか。今回今回目玉というかさ、うん、見てこれ勝ついなこれ。やっぱり見て、画面上ではあんまり大きさあれかもしれない、伝わりにくいかもしれないけど、なんか比べた方がいいかもな。綺麗やな、めっちゃ。これでめちゃくちゃ綺麗な。これでトートバッグ作りますね。これのワニに合わせて型紙のことはないよな。そうやな、こいつに入るようなやつなんだよな、うん、っていうのがありまして、で、今回ゼロというか1から返納者にお願いして組み立てていただいた別注やな、言うなら別注、新進別注。見てください、これ。じゃあこいつちょっとオープンしてみましょうか。だから匂い違うもんな、いつもと。あ、やっぱ新しい匂い、ね、全然違うと思う、匂いが。すごっ、もう綺麗っぽいな。風もめっちゃちっちゃくてめっちゃ綺麗な。あ、めちゃくちゃ綺麗や、今回にもいつも綺麗やけど、このやば、めちゃくちゃ綺麗やろ今回。コストかな。仕入れコストが 1.5 倍、予想の 1.6 1倍になったけど笑けるぐらいかっこいいな今回。めちゃくちゃ綺麗。今回20枚作っていただいて、はい、うん、でちゃんとこの返論レザーというタグもございますので、で この札が採鉄って言って、ちゃんとワシントン条約にのっとって、輸入しましたよという証拠でございます。じゃあとりあえずこれ一旦全部見てみますか。これ並べてみて、でこの感じで、20枚のハイクオリティなワニさん、まあちょっとその一部だけでも皆さんに見ていただこうかなという形で、じゃあちょっとこいつ開けていきますか。はい、やっぱこの梱包も丁寧ということ。もうすごいな。ほな出していきます。お、綺麗綺麗綺麗し、やっぱサイズがベストやな。このサイズが一番いいな、財布は。やっぱ綺麗やな、めちゃくちゃ綺麗で今回今回いつも綺麗けど、それ以上に綺麗やもんな。見てこれ、めっちゃ美しい。まあ一部こんな感じですね。すっげえ綺麗、やばいな。どうですか？いや、やっぱ正直高い買い物かなと思ったけど、うん、なんかそれ以上の価値あるんじゃないかなって今思ってますね。綺麗すぎるんで、うん、かなり綺麗やな。めちゃくちゃ綺麗なんで、でこの布の細かさもさ、うん、ちょうどいい。まあ財布にするやつちょうどいい。ちょうどいい。傷の気持ちもないやん。だからそれ、ハイブランドと同じなんだからそれ。すんごい綺麗なやっぱり。まあホワイトエレンとか。はい。めっちゃ綺麗、やばい、めちゃくちゃ綺麗、めちゃかっこいい。すっごい、ちょうど光るな。あ、ライトこっち、こいつ振られへん。ライト振れるよ。ライト振ってみてくれ。すっげえかっこいいわ。ちょっと待って、かっこいい。Dropping up.
everything, cause you're stuck on my mind, my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building can't mystery. やっぱ今までのと比べて違うよ、うん。初めてロットで注文したけど、やっぱロットで注文したら均一やな、色が。うん、まあ今回か一から作ってもらってるもんな。うん、もうほんま色のこの統一感というか、やっぱ綺麗な脱色の感じがやっぱ一緒やもんな。一緒やな。で、匂いも違うな。匂いも違う。匂い違うのすごかった。まあこんな感じで、うん、あのファニー、お財布が20枚と、はい、なんとバッグ用が、うん、全部2枚ということで、はい、で。まあ、早速これ見ていただけますか。早速これでじゃーん、このでかいこのヒマラヤのワインに使って、うん、まあ、あの早速ね、あの新人工房史上、まあ、あの最高額と言いますかね、最高額やるな、最高額2枚使うからな、最高額&、うん、まあ、あの最ハイクオリティというかさ、うん、あのこいつを1個作るがために他の革で練習するっていうぐらいの勢いでさ、うん、そうやな、試しで作らない、ハンドルと、まあ、できる限りこのワインさん全部使わせてもらって、うん、まあ一つのトートバッグにしようかなと考えております。で、値段はまだあの計算してませんが、うん、あの材料費だけで、うん、あのね、あの僕が免許取りたての時に買ったボロボロの中古車と、うん、の値段を超えてますんで、うん、まあ何本になるかっていうのはちょっとこっちもちょっとビビりしてますが、うん、で今回思ったのが、うん、あの一からでもこう作ってもらってるんで、うん、染めの感じとか、うん、そうつけてる時間とかが、うん、多分同じロットとしてさ、うん、仕上がってきたからほぼ同じ仕上がりってことだよな、均一やったな、上がりが、上がり均一で、うん、あのなおかつさ、全部ハイクオリティだったというか、うん、だいぶハイクオリティ、お値段もやっぱその分高くなるから、それもあのそれに応じる値段だけど、多分平論的にあの、うん、これじゃないと出すのあかんって言った基準を、うん、多分クリアしてきたからさ、そうやな言うとハイブランドとか使ってるのほぼ同じ、もう同じやからな同じクオリティなんだね。で、あの今後ちょっとあのヒマラヤクロコダイルの商品はちょっと値段上がっちゃいますが、うん、あのちょっとそういった事情がございましたので、はい、どうかご理解いただきますと嬉しいです、はい、ワインの値段自体もちょっと上がってますん で、うん、でそれに加え、まあ、あのクオリティが高かったということで、はい、まあ、その分あの、まあ、今まで以上にね、本当どれも本当に超綺麗な、もう傷一つのピカピカのヒマラヤクロコ届きましたので、うん、まだあの、作品楽しみにしていただけると嬉しいです、はい、まあ、まだトートバッグも、作っていますので、その動画も見ていただけると嬉しいです。はい、では、お疲れ様でした。はい、さよなら。